あれってあの旗ジャイガール軍よ。オレンカの方角へ向かってる。皆さんあれを、誰かが追われています。マリベル大丈夫か。見りゃわかるでしょ。それにしても何なのよこいつら。いくら私が魅力的だからってしつこくくっついてきて困っちゃうわ。おいら腹減ったぞ。もうガボったら本当に緊張感がないんだから。あの子たちジャイワール軍と戦ってるわ、どうしてあんな数相手に二人っきりで。ごちゃごちゃ言ってる場合かよ。このままじゃあいつら危ないぞ。おい今助けに行くからな。ちょっと、こういう時は連携して動くのが基本なのに。そうだな、私たちも行こう。おそらくあの軍勢はジャイワール軍の先鋒部隊だ。本隊がやってくる前にあの子たちを助けちまわないとね。そうね。さてと、頑張ってみましょうかね。ちょっと、まずはあの二人の安全確保が優先よ。わかってるって。それにしてもまたジャイワール軍と戦うことになるとはな。変な奴らが増えちゃったわ。何がどうなってるのよ。誰か説明して。後から来た奴らは敵じゃねえぞ。オイラたちを襲ってこないもの。どうだかね。とにかくガボも油断するんじゃないわよ。ここまで抵抗するとはますます怪しい。一気に肩をつけてやる。ちょっといい加減にしなさいよ。いきなり襲ってきたのはそっちでしょ。今度は無用。ジャイワールの力見せつけてくれる。話を聞きなさいよ。ほんとほどこい。ですかな。やっと敵もだいぶ減ってきたみたいだね。もうひと踏ん張りってとこか。今ここが頑張りどころである。みんなのもの力を尽くすのだ。エアロブダスト。わかるなんてすごいですな。この戦いが終わったら分けてあげますよ。あおー、そんなマリベル、おいらがぜんやる気が出てきたぞ。人がくれる食べ物なんて怪しいでしょ。きっと腐ってるわよ。さくれつかれた。よし行くよ。出番ですか
こずらせおって、本体に報告だ。一旦引くぞ。出番ですかな。やっと全部いなくなったぞ。まったく、しつこい奴らだったわね。今度はなんだ。あの旗、オレンカの軍旗よ。王様。おお。そなたたちであったか。オレンカ王、これは一体どういうことです。オレンカ王が直々に軍を率いてジャイワールとの国境地帯にいらっしゃるなんて。ジャイワールの軍勢が再び我が国に向かっているとの報告があったのだ。王としてオレンカの国土や民が攻撃されるのを静観していることなどできん。それに王である私がここまで赴けば、ジャイワールの軍勢もこれ以上侵攻はせぬはずだ。国を攻めるということはすなわち王の首を狙うということだからな。でもこのままじゃオレンカ軍とジャイワール軍は、ね、あんたたちの話にさっぱりついていけないんだけど、ここは一体どこ、何が起こってるの。ごめんね、お嬢ちゃん。ちょっと子供扱いしないでもらえる。ちゃんとした名前があるんだから。私はマリベル、こっちの小さいのはガボよ。Thank you.